世界総人口の約8割が何らかの特異体質である超人社会となった現在、混乱渦巻く世の中で、かつて誰もが空想し憧れた一つの職業が脚光を浴びていた。通勤時間帯に能力移行行使及び強盗致死、まさに邪悪の根源よ。キャニオンカノン、本日デビューと相なりました、マウントレディと申します。手柄が巨大化か、人気も出そうだし。ヒーロー、それは頂上への警備、悪意からの応援、市民の生活を脅かすヴィランたちから僕らを守ってくれる存在、そしてヒーローの中でも最強を誇るオールマイト。幼い頃から僕は彼の姿に憧れていたんだ。オールマイトのような笑顔で人々を救うヒーローになりたい。オツ個性どころか無個性のてめえが、なんで俺と同じ土俵に立てるんだ。人は生まれながらに平等じゃない。これが弱い4歳にして知った社会の現実。ヒーローを目指すには致命的な無個性。たとえそうだとしても、みんながそう思っていたとしても、周りの言うことなんて気にするな。クイッと上見て突き進め。ヴィラン！天才者を格闘。大丈夫、体を乗っ取るだけさ。大丈夫だ少年、私が来た。この世界では時として思いがけないことが起こる。ナンバーワンヒーロー、オールマイトとの出会いは僕の運命を変えた。個性がなくてもヒーローはできますか？
でもあなたみたいになれますか。5年前敵の襲撃で負った傷は、私のヒーローとしての活動限界を今1日約3時間ほどなのさ。プロはいつだって命がけだ。夢見るのは悪いことじゃない。だが相応の現実も見なくてはな、少年。知ったヘドロヴィランのベトベトはこの後ヒーローらに回収され、無事警察に引き取られたみたいだ。そして僕は帰り道で。少年、礼と訂正、そして提案をしに来たんだ。あの場の誰でもない小心者で無個性の君だったから、私は動かされた。トップヒーローは学生時から逸話を残している。彼らの多くの話を共有する。考えるより先に体が動いていたと。君もそうだったんだ。
このヒーローになるために。全力でかかってこい。Thank you.